ご飯を食べながらねやろうっていう曲です。ひいらぎさんありがとう。これ何、あいつもありがとう、こんなのあったんけ。ひいらぎさんいつもありがとう、ありがとう、お誕生日おめでとう、 Happy birthday。 じゃーん、ちょっと見えないな、なんか具を紹介します。珍しいと、あんまお鍋に入れないもの入れてるかも。キャベツ、こんにゃく、しめじ、えのき、そして私が最近ハマっている鶏の胸肉のはんぺんと大葉を混ぜた団子です。鶏団子ちゃんで、今日お昼に一回食べていいですか。いただきます。うん、うまっ。こんばんは。うまっ。あ、漢方飲むの忘れてた。すごい、なんかギフトが一層新しくなってるね。かわいい。あさっぴさんありがとう。これはアイシングクッキー的なやつ。ありがとう。ノリアットマックゆえふさん、いいね、ありがとう、いいね。そう、漢方は食前なんですよ。ちょっと食べちゃったけど、あー、ホワイトデーね。あ、今なんか企画もやってるもんね。あれホワイトデーか。そうそうそう、落ち着いた。今日本当は水炊きにしようと思ってたんですけど、お昼に豚肉のチャーシューを入れたお蕎麦を作ったんですよ。チャーシューで取ったおつゆに、おつゆにそばを入れたおそばを作ったんだけど、そのお汁が美味しすぎて、それを有効活用してお鍋にしてます。うん、うんうん、うん、うん、そう、そう、チャーシューは豚肩ロースを買ってしまってたので、豚肩ロースで、まあ、チャーシュー、まあ、チャーシューみたいなのを作った。豚肩ロースを焼いて、両面焼いて、塩とか、あ、包丁じゃないわ、フォークでぶっ刺してめった刺しにした後に塩と胡椒をまぶして焼いて、両面で焼けた後にお醤油とみりんと、まあ、私本当はお醤油とみりんだけだったんですけど、まあ、私はお醤油とみりんをそんな大量に使うのはなんかもったいない感じがしたので、お水を入れて煮込んで、火が通ったなと思ったらおネギと生姜とニンニクを入れたやつです。めっちゃ美味しかったです。写真見ます、後でメールで送りますね。別におしゃれでもなんでもないんですけどね。うん、うん、うん、これおそば、おネギ、チャーシュー、そう、
Your voice is so cute. Oh, thank you, Letty. リングキッドちゃんさん、ありがとうハートって感じで、今日はお昼お蕎麦作って。で今日の夜はそのお汁をね有効活用したお鍋を作っております。めちゃ美味しい。皆さんはなんか今食べたりとかしてませんか。めちゃんこおいてぃ。昨日は友達とご飯を食べたんですけど、This pose is cute. あー、ラーメン。そう。チャーシューのタレでお蕎麦入れたの。チャーシューのタレに、チャーシューのタレっていうか、まあ、自分で作ったやつなんだけど、チャーシュー煮込んだおつゆにそば入れてそば食べて、でその残ったタレに今お鍋にしてる。ごはーおいてぃ。私マジ男飯みたいなの作るね。That is so cute. That is so delicious. Oh, she is the most cute girl in Japan. I agree. Yes. 髪型どうしたの？結んだだけだよ。そう、女子力が高いんです。ここが、おいしい。珍しいですか。お肉と白菜買って参戦しましょうよ、ぜひ。ナイスルーム、Thank you. イエローカーテン is very very good. そやね、何も映ってないからこれが周り映ったら事故よ、もう事故。なんか今日あった話をしますね。今日まあ運動してたんですよ、このご飯食べる前に。運動、そうで
思ってる運動してすぎて気づいたらもう6時間に合わない時間になってしまいまして、ちょっと遅れちゃったんですけど、今日運動してたんですね。ちょっと外で、そう、そしたらさ、大人がなんか言い合いしてるところに出会ってしまって、まあ、別に私何も関わってないしね、何もなかったんですけど、いやつくづくね、こう男性だったんですけど、その方はこう大人の言い合いを見てると本当にね、なんかわかんないけど胸が苦しくなる、胸が苦しくなる、なんかこう何やるんだよみたいな感じの言い合いをね聞いてて、あっってなってた。うん、おいおいおい、何ダーティーとか言ってんねん。ノーノー、マイルームイズベリベリクリーンですよ、ノーダーティー何言ってんねん、勝手に汚いって言うな。What are you talking about, hats? Today, I met angry man. Today, I met.Angry man. I am sad. Very, very sad. 片言人間。So I look angry man. Angry man. Man's. Two man. Men. Two men. Two men. Two man. Two men. Very, very angry. I look. おーおーおー、悲しいってなりましたっていう話ですね。はい、プンプン。そう、やっぱ大人の鼻が声を荒げてるのを見るとすごく辛くなるよね。なんかわかんないけどすごく辛くなっちゃうね。高野さん、ありがとう。そうなんですよね、 Go away ですよね。 If there's angry man, yes, でも Keep distance. I keep distance for angry man. For なのか2なのか for angry man か、 そう、大丈夫。残ってる内容はしょうもなかった。うん、水全部なんだ。勉強になったぜ。で、昨日は友達とご飯食べに行ったんですよ。なんかでもね、英語に溢れてるね、びっくりした。私英語喋れないんですよね。I ate my friend, I ate dinner my friend with my friend yesterday. はい、食べたんですよ。これ通じるんですかこれ。まずこの英語話してる方本当に外国人ですか、日本人とかじゃないですか。まあ別に日本人でもいいんですけど。で、I ate 和食食べました。和食美味しかった。五穀米 is very good taste でした。
あ、その後にねデザートもね食べましたよ。パフェ I ate パフェ after dinner To enjoy your dinner, thank you. おいでね、日本語禁止部屋みたいになってね。じゃあこれから英語なんか英語かぶれみたいになりません？なんか SNS で英語とかやってたら、おこいつ外国のファンの方いるんか、いるのと。まあでも増やしていくんですもんね、これから。そうですね。Are you from？ 本当に外国人ですか？日本人じゃないですか。アイフォームです。このダースパラダイスさんとかアイフォーム、このアノニマスさんもアイフォーム、アイフォーム。アイフォームジャパン、ジャパン。うん、フィリピンズ、うん。マカタハポンポータカログ語。ウェイイェイユーホン。うん。うん。ノー。きなこって英語でなんて言うんですかね。きなこですか。きなこ黒蜜パフェね。いろんな言葉使う人はすごいよね。かわいい、ありがとう。うん、ソイパウダー。 I ate ソイパウダーパフェ。きな粉かな。英語で AKB の歌です。え、ですって英語でなんて言えばいいの。普通に I am AKB の歌だ。うん、絶対調べてやろう。知らんけど。何鍋食べてるの。今日お蕎麦作ったんですよ、お肉入れて。で、お肉のチャーシューを作ったんですけど、そのチャーシューで煮込んで醤油とか入れたい汁に入れてます。だからね、何鍋かって言われたら分かんないんだけど、醤油とかかな。ゲブ I am 宇多田 in AKB48 その豆腐と同じか。
スのアペアとマークです。さんありがとう。アイシングクッキー。鶏肉団子。この鶏肉団子に大葉を混ぜてるんですけど、この大葉が最高にうまい。この大葉が最高に美味しいです。もう外国の方なくなっちゃったね。 See you next time。 おー、やばい。お、お鍋作ってくれるの？レディー、レディー。マジ大葉うめえ。大葉確か結構愛知さん多いよ。コンサートのレッスンまだなんですよ、ね、一気にいなくなったね。急に飽きたんやな。女子力というのかって感じの料理ですけどね。納豆の大葉美味しいんだ。あんまやったことないかもな。美味しいだろうなと思うけど。うわ、ご飯炊かないといけない、忘れてた。もうお鍋なくなっちゃう。思ったより少なかったな。まあでもちょうどいいかな。お鍋っていいよね。楽ちんだしね。ねえ、そうなんだ。お、毎週お鍋食べてるの。お鍋はね、いいよね。うん、ふん、気持ちいい。そう、疲れた。マネがここの方来てた。花粉症じゃなさそう。一応ね、あるんだけど、あんまり今年まだ来てない。何鍋かな。まあでも一応入れてんだ。みりんと醤油をそう煮込むときに入れたから、醤油とかかな。でもあんま味もうないよ。ねえ、はい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 。きなこ鶏だ、間違えた。きのこ鶏肉団子鍋。オンリーワン。ゴー。そうそう。みぞれ鍋か、作ったことあんまないな。うふん、うふん。
めしてるな。ちょっと咀嚼音とか気持ち悪い方いるかもしれないから、それは申し訳ねえ、それは片付けねえ。まあ鍋の素みたいなのはね、普段あんま使ったことないですね。みんな使うんですか？あと基本的うち鍋はね、水炊きが多いかも。水炊きにポン酢か塩で食べるのが多いかな。締め考えてなかったっすね。あ、今年花粉少ないんですか？うん、わかる。え、お酒がさ、二十歳じゃないからさ、料理して買っていいのかよくわかんなくて、買っていいって書いてあるとこもあった気もするけど、ダメなお店もあって2年しか買ってない。うん、あの水炊きした後のお鍋の残りの汁に味噌入れて味噌汁にしてみてください。めっちゃ美味しいですよ。なんか私の妹がそれが大好きすぎて、好きな食べ物ランキングトップ3くらいに入るぐらい好きらしいです。鍋の残りの汁を味噌汁にしたやつ。そうそうそう、みりんもさ、料理酒と似たようなもんだから、まあ別にみりんあればいいかなと思って。なんかね、関係ないっていう言われてるんだけど、私が行ったスーパーは料理酒の下に年齢確認しますって書いてあったとこがあった気がするんですよね、確か。ラーメンとか買ってないわ、なんも。自分で作ったよ。今出そう、ゲップが。空気が。落ち着いた。戦国時代にみりんできたんだ、すごいね。カニ鍋とかしたことないんですけど。すき焼きの残りのカレーを、うん、残りしたことないや。うちすき焼きもあんましないんだよね、昔から。鍋ばっか。すき焼きはもうほんとしたことないんですよね。すき焼きと生姜焼きはしたことないのよ、豚の。そう、カップラーメンはね、普段食べませんね。最後に食べたのいつだろう。1年前とかかな。食べないね、あんまり。いつだろうね、最後にカップラーメン食べたの。覚えてないかも。うん、なんか愛理ちゃんの卒業公演あたりで1回食べた気がする。うん、1回食べた気がする、そこら辺で。うん、確か。でも今日の髪型童顔に見えますよね。
逆にメイクするともっと大人に見られる。私メイクするといい意味でも、まあ、顔変わるよねってすごい言われて、メイク映えする顔だねって言われて、今日のメイクほとんどしてないんですよ。ここに赤いライン引いて、ここちょっとアイラインチュッて足しただけだから、もうほぼほぼメイクしてないんですけど、でもメイクしたらね全然違うんですよね。料理好きだよ。炭水化物なるべく減らすためカップラーメン食べないの？あんまり栄養素も少ないイメージだからかな。だからカップラーメンに、例えばカップラーメンで健康に考えられたカップラーメンっていうのがもし出てたらとしたら、なんか普通の春雨とかじゃなくて食べるかもしれないけど、でも私ラーメンは好きだから全然味とか好きなんだけど、なんかわざわざ買うまでいかなくなっちゃったかな。そう、この髪型好きな人ね何人かいるんですよね。三つ編み好きな人、じゃあ劇場公演とかで、ね、やるかな。ああ、おいしかった。まだあるけど、この中にご飯を入れたいけれどご飯がない、ちょうどご飯がない。あ、いやちょうどご飯ないよね、ちょうどないんですよね。豆腐でも入れる？豆腐でも、湯豆腐にする？湯豆腐湯豆腐にしちゃう？あのけんちゃん豆腐だっけ、あります。最近カップラーメンでも美味しいよね、食べたらめっちゃ美味しいよね。湯豆腐にしちゃおうかな。ちょっと量多いかなと思ったけど、ちょっと今腹7分目くらい、ちょみんな待っとって、お豆腐を入れて茹でてきます。見てほしい。そうね、災害用に必要ですよね。お豆腐は多分スーパーで買ったのね。お豆腐作る人さすがになかなかいないでしょう。みんなもスーパーで買うでしょう。ういキプふう
ラーメンね、昔めっちゃ大好きだったんだよな。好きな食べ物はって言われたらお好み焼きとラーメンレベルでラーメン好きだったんだけど、なんかねダイエットとか考えてたあんま食べれなくなっちゃった。なんかたまにって感じですよね、ほんとたまにお店で一覧行ったりみたいな。なんか一人ラーメンしたことあるんですけど、一人あのなんていうんですか、あのブブブブブブドウ派ブドウブドウブドウあのラーメンあるじゃないですか、ブブ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 、あ重曹入れたらどうなるんでしたっけ、湯豆腐にどうなるんだ、重曹あるわ入れようかな、何になる、何になるんでしたっけ、武闘派ラーメン、豆腐ラーメンって何の初めて聞いた、どうなるんだ、湯豆腐に重曹入れたら美味しくなる、塩っけ、あーそう、それそれ、二郎系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 、全然ブじゃなかったわ。あ、豆腐がトロトロになるのね。どんくらいトロトロになるの？一旦え煮込まないといけない、煮込まないといけない、豆腐重曹入れてから迷う、どんぐらいと、え形は残る、形は残りますか、あでも形は残りそうだね、ちょっと入れてきます、ちょっとだけ、よいしょ、ちょっとだけ入れてきた、ちょっとだけ、なんかシュワー、うん、苦味も済んだ、そう、今前髪もうちょっと改良したい、なんか今まだちょっとダサい、まだ馴染んでない顔に、そうそう、元気なくなっちゃったらね豆乳でいいよね、昨日食べたパフェめっちゃ美味しかった、あの皆さんもさこうずっと我慢とかしてたけどさ、一口食べた瞬間なんか我慢のあれがさパッってなってさ、めっちゃ食べたくなる時とかあるじゃないですか、昨日パフェをね食べるつもりはあんまなかったんですけど、お友達が食べたいって言ったから、まあいいよって言って、ね、一緒に食べたんですけどパフェもね、そしたらもうその瞬間なんか今まで甘いものそんななんかそういう系の甘いものあまり食べたことなかったから、なんか一気にねその食べたい欲がもう増してしまいまして、なんかもう
タルトとか食べたくなっちゃったんですけど、で食べるって言ってたんですけど、友達もねあんまりダイエットしてあんま食べないようにしてたから、友達がねいややめとこっかなって言ってくれたおかげで大丈夫でした。ありがとう友達、ありがとう。え、待って煮込みすぎてるなんかすごいことになってる。だって待ってすごくあわあわになってるんですけど、豆腐よ。あ、出たちょっと食べてみます。いただきます。うまっ。確かに柔らかい。おいでおいでこれ。ありがとう言ってくれて。おいしい、おいしいよ。柔らかふわふわしてる、ふわふわしてる。さっきすんごいモコモコになって、なんか軽め焼きしてんのかと思ったくらいモコモコでびっくりした。うん、軽め焼きしたことないけど、なんか口どけがふわふわする、ふわふわ。うん、おいしい。ウドさんありがとう、アイシングクッキーありがとう。見せて。うん、おいしい。おいしい。うん。湯豆腐食べてあります。すげえ。おいしい。お母さんにも作ってあげよう。ドヤ顔で作ってあげよう。お母さんにドヤ顔でちょっと今から湯豆腐作るから、で重曹入れて作ってみよう。絶対お母さんも好きな味だ気がする。いいね、軽め焼きね。軽め焼き前あの TikTok 見てたら、配信でずっと軽め焼き作ってる、一生軽め焼き作ってる人がいて、ちょっと見てた。うん、うん、よしゅんありがとう。ぴょん、ロケットからくんです。うん、うまっ、うまー、おいしくてこんな顔になっちゃった。おいしい。おいしい。そう、これがけんちゃん。みんなは木綿か絹ごし、絹どっち派？豆腐。 I'm from Japan to 絹。バテモ、ひでぎさんありがとう。これなんだ、あめちゃん、ありがとう。うどさんもありがとう。クッキー、
あ、木綿料理による、まあ、確かにそれそう、木綿が多いな、絹が別世でも絹かな、どういうことやねん、あ、そういうことか、料理による絹ってことね。なんかね、あのね、結構男性だと木綿が好きな人が多いみたいな聞いたことがあるようなないような、わかんない、昔聞いたことあるようなないような。でも木綿も美味しいよね、なんかもっとなんか食べたい、なんか豆腐感を感じるのは木綿の方だよね。これさ、デザートとかでも応用できそうだよね、これ。ジュース入れで柔らかくしてさ、まあ、きな粉か黒蜜とかかけて、なめらかプリンとかって出せばさ、良さそう。高野豆腐美味しいよね。あつこも高野豆腐大好き。私も高野豆腐大好きなの。おしもめん。なきさんありがクッキー。あ、なんか豆腐さ、豆腐でチョコのトリュフ作ってるの見たことあるわ。うん、お腹なんですけど、もうなくなっちゃった、もうなくなっちゃった、ふぅ、あご、ふぅ、もうなくなっちゃった、もうなくなっちゃったよ、あとカスしかない、もうカスをか拾い集める。え、ジーマミ豆腐めっちゃ美味しいよね。私も大好き。ジーマミ豆腐はね、沖縄の豆腐だよ。ジーマミ豆腐は、うん、本当に美味しい。なんかもちもちしてて。シュー豆腐って言うんですか？それ見たことないですよね。そうだよね、全部私の中の中にいるんだよね。いいこと言うやん、いいことなんか分からんけど。豆乳も好き？最近豆乳あんま飲んでないな、そういや。うわ、あ、鼻痛い、鼻が痛い。よいしょ。台湾のやつで食べて美味しいんですか。うん、名前からして臭そうだよね。ナックさんいっぱいハートありがとう。ガオハート。明日は坊ちゃんのお稽古です。強烈なんだ。明日は坊ちゃんの稽古。ピータンも無理。ピータンってあれなんだっけ。私外国の中アジア、まあ日本もアジアなんですけど、なんだろう、中国とかで売ってる珍味みたいなさ、食べれない気がするな。
うの花も美味しい。うのさんありがとう。クッチダブル連続ダブルブレーキの、ああ林さん、ミスタージャパンさん、ありがもも。うの花美味しいよね。真っ黒の卵食べたことないわ。あ、食べたことないや。ちょっと一瞬カロリー計算してみていいですか。カロリー計算して、ちょっとまだ食べれそうだったらまだ食べる、ちょっと多いかなと思ったらやめとく。ケンちゃん豆腐、思ったより豆腐は脂質があるね。ああ、もう結構綺麗に食べてるな、栄養。もうごちそうさまかな。強いて言うなら、強いて言うならリンゴをちょっと食べてもいいかなくらいかな。結構もう綺麗に食べてるわ。脂質、炭水化物だったらもうちょっといいけど、もうこれ以上脂質を摂取しちゃいけない。豆腐はね 4g 脂質がありますね。余った豆腐はちゃんと食べられたね。余ってないけど、もう小さくなって取れない。うまい。炭水化物食べないの？でも鍋の時に炭水化物あんま食べ、みんな締めで食べるのか。別に意図して食べてないわけではないかな。でもただ今日はねお鍋だったんで食べてますね。炭水化物はちゃんと朝も昼も食べてますね。まあ、夜はもう今日これから運動はあんましないからあんま食べなくてもいいかなっていうのがあるけど、朝と昼は絶対食べる。私も今基礎代謝を上げようダイエットしてんだけど、あれかな、なんか結局食べないダイエットできない。私食べちゃう、ちゃんと。これからはプランクして、お風呂入った後にストレッチして、でその後に足のマッサージをして、でその後に筋膜リリースローラーっていうのがあるんですけど、あれをして、いつもその後にプランクするんですよね、ほんといつも。でプランクして寝てますね。もう今日は筋トレもランニングも全部終わってきた。そう、全部終わりました。ピピピピピ、ぐるぐる。朝はご飯、もう今日金沢カレー食べた。ちゃんと食べてるんですよ。ちゃんと食べてるの。何度も言うけどちゃんと食べてるの。でもこれで太ったりしたらまた太ったよねとか言われちゃうのも言われちゃうから、まあアイドルだから、そうですね、ある程度我慢はしないといけないとは思うんですけど、まあ、ちゃんと健康的に食べてるので安心してください。まあね、なんかファンの方が宇多田ハツカを推してて恥ずかしいって思わないようにしなきゃなって思って、最近は気をつけてます。そしたらなんと体脂肪が一番多かった時から 2.4% 減った今で体重はね、体重あんま2日気にしないんだけど、昨日測ったらね、体重はね一番多かった時からね 2.7 キロくらい減った。 2.7
でも体重あんま正直水分もあるからあんま気にしない。あんま気にしない。でもまだまだですね。まだまだ。デブちゃん。デブではないかな。標準体型なんで。標準体型だから、ちょっとね、体型を痩せにできるように運動を頑張りたいと思いますね。だって多分今からハツカが言うご飯食べたら食べてないなんて絶対誰も言わないよ。朝はご飯、鮭、味噌汁、レタス、トマト、リンゴで、昼はそば、こんにゃく、ネギ、チャーシューです。まあそば食べました。でヨーグルト食べました。蜂蜜食べました。で今日はお鍋に鶏の団を入れて、でキノコをたくさん、キャベツで豆腐って言ったら全然食べてるよね。全然食べてるよね。誰も太ったとか言ってない。あのね、あのお母さんとかによく言われる。お母さんとかにちょっと先太ったかなって言われるから、なんだろうな、そう。あ、でもそういう体型とかはね、多分人によって好みとかもいろいろあると思うし、太ったなと思う人もいれば、あの、あ、これは痩せてるよねって人もいると思うから、多分そのいろんな人の基準で痩せようとか思っちゃうと、多分なんだろうな、その体が壊しちゃう原因とかになると思うから、こう自分で客観的に見て、あ、ちょっと今ここがあれだなって思ったなら、まあ、そこをなんかまあいろいろそこを減らすためにやるし、で今の自分を見た時にもうちょっとあれだな、もうちょっとキュッとさせないといけないなって今自分で思ってるから運動してるだけなので、うん、安心してください。なんだろう、なんかみんな太ったとか痩せたとかは多分本当にそういうのはさ、人によってだと思うから、多分そこでね気にしちゃうとメンタルやられちゃうと思うからね。なんかでもなんかね、最近はね早起きがね素敵で、早起きするとね本当に素敵ですわ。ふぅなんかでも体型のことはね、人に対してはとやかく言うことではないよね、ほんと。うん、太ったとかほんと自分は最近、小さい頃は痩せてていいなとかね思ったりとかするのも言っちゃってたけど、ほんと痩せてて困ってる人もいるかもしれないし、だからほんと体型のことは人に言わないのがベスト。だからこそね、こう仲いい、こうちゃんとそういうのが言っても大丈夫な関係性の人が言うのが一番いいから、多分そういう関係性を築けてない相手には言わないのが一番いいからね、気をつけないといけないですな。そう、本当にね難しいですよね。私も気をつけたいと思います。うん、リンゴでも食べようかな。うん、なんかでも食べなくてもいつもしてきたよな。食べないでいいや、今日は歯磨きしてもう寝ようかなと思います。もう1時間経つんでね、ちょうど終わりにしようかな。お鍋もでも食べたし、皆さんは今日夜ご飯食べましたか。もう食べましたか。サバ、おお、サバはいいですよね、美味しいよね。唐揚げ多いですね。サボテンのヒレカツってのはサボテンっていうお店があるんですか。買い物中気をつけて帰ってきてください。終わりですね。そう、うちも鍋一緒じゃないですか。お帰宅中今しがた食べた。今日見れていろいろ勉強になった。なるほど、何勉強になったの。やった。何食べようか悩んでる方は鍋で。おお、美味しそうだね。サワラ煮物、なんか私の手からクッキーみたいないい匂いがする。なんでだろう。へえ、とんかつのチェーン店なんだ。行ったことないや、行ってみたい。ペトシ牛ハラミ、おお美味しそうですね。うるさん、ありがクッキー、ありがとう。あ、なるほどね、クッキーギフトの効果か。いい匂い。
クッキー食べてない。今日はお菓子は一個も食べてない。それ友達さ、昨日久しぶりに友達に会ったと言ったんですけど、友達がね12キロやったらしくて、めっちゃ痩せててね、久しぶりになったらすごいなと思った。ですごーさん、ありがとう。お花、じゃあランキングを読みますね。みんなもまだ食べてない方はゆっくり食べてください。13位ドヤリンチョさん、ドヤリンチョさんありがとうございます、ありがとう。12位おかっきーさん、おかっきーさんありがとうございます、ありがとう。11位紫モンドさん、紫モンドさんありがとうございます、ありがとうございます。10位ランタンさん、ランタンさんありがとうございます、ありがとうございます。9位直樹さん、直樹さんありがとうございます、ありがとうございます。8位スノーさん、スノーさんありがとうございます、ありがとうございます。7位高輪アットマークただ初見たい、湯気不満寺宇多田旋風巻き起こせイエーイさん高野さんありがとうございます、ありがとうございます。6位エースのワンペアとマクユーさん、エースのワンペアさんありがとうございます、ありがとうございます。5位ジョークスノーさん、ジョークスノーさんありがとうございます、ありがとうございます。4位ウィングキッドチャンさん、ウィングキッドチャンさんありがとうございます、ありがとうございます。3位わさっぴさん、わさっぴさんありがとうございます、ありがとうございます。そして2位はノリアットマーク UF さん、ノリさんありがとうございます、ありがとうございます。そして1位はヒイレギさん、ヒイレギさんありがとうございます、ありがとうございます。お誕生日ですよね、おめでとうございます。ということでね、配信ありがとうございました。お鍋を、はい、お鍋をずっと食べてたんですけども、このお鍋を食べてる、このずっとお鍋を食べ続けてる配信に付き合ってくれてありがとう。今日はこの後、あ、キノコが出てきた、ビヨン。お、今ね、お鍋宝探し中。毎日ね、寝る前に明日は何を作ろうかなって考えるんだけど、こんばんは。明日はちょっと、明日何作るか考えて終わるね。明日はですね、今日は鶏の胸肉のお団子を作ったんですけど、それがまだ結構たくさん余ってるから、大根が余ってたらまた鶏の餃子を作って、でも朝はもう決まってるんですけど、鮭がなくなっちゃったんで、今日で。明日はゆで卵か、ゆで卵を今日中に作っといて、ゆで卵と納豆とご飯とキャベツとトマトらへんも食べて、朝ごはん終わりにするでしょ、味噌汁と。そう、卵焼きはね、焼くときに油使っちゃうから脂質上がっちゃうことに気がついて、最近あんま作んなくなっちゃった。作んないのと、あとね、焼くときはでもクッキングペーパー引いて油使わないようにしてる。けどめんどくさいから、ゆで卵の方がまあ油使わないしいいかなっていうね鶏肉のつくね、おー、いいね、私と一緒じゃん、美味しいよね。で、昼はね、そう、昼が多分鶏肉とお団子にする、お団子、鶏肉の餃子にしようかな。そう、オリーブオイルは、オリーブオイル使ってる、うちはオリーブオイルしか置いてないから、オリーブオイルしか使えない。逆に、あ、でもごま油もあるよ、たまに中華作るときは。揚げるのと焼くの下が違うよね。横幅広くなったの？いや、広くはなってないんだけどね。写真毎日撮ってて、それ最近ね、わかんない、なんか私ね、体型的にあばら骨ずっと浮き出てるんですよあのね、私ね、
太っても痩せてもね、あばら骨がずっとあばら骨なんですよね。あばら骨が見えなくなったことがないからあんま分かんないんだけどなんかだからこれは骨の隙間なんか分かんないけど、最近縦線が今日朝で撮ったらね、縦線が入ったんですよ、ちょっとだけ。え、そうなんですよ。これは最近の筋トレとプランクの効果かなと思いながら、え、ほんとうっすらなんだけど、こうちょっとこう薄くね、縦線が入りました。でもまあ期待させたら嫌だからやめとこう。今のは聞かなかったことにして聞かなかったことにしてください。で、明日は2時くらいかな、お昼の2、3時かなに、お稽古があるんで。え、そう、私ね、ずっとあばら骨見えるんですよね。これはね、昔からなのかな。なんかだからね、そうなんだよね、あばら骨見えちゃうとガリガリに見えちゃうよね、太ってても。なんでだろうな、体型の作りだろうけど。でもね、プランクだけじゃないとは思うんだよね。プランクと普通の腹筋もやってるから、まあ普通の腹筋とあとはランニングとかでやってるから、うん、それもあるかな。いや、腹筋見ないでほしい。やめ、言わなきゃよかった。言ったらなんか頑張ってますよね、私みたいな感出ちゃうから。私はそう、なんかそんな頑張ってるわけじゃないですからね。ドゥ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 、おお。でもまだまだですね、まだまだ全然錯覚くらいのレベル。あ、これは錯覚って感じのレベル。で、夜ご飯は何にしようかな。明日もそうだね、夜ご飯は何にしようかなって考える時間が楽しい。楽しい。明日は夜何にしよっかな。でもね、あ、わ、そうだわ、キノコが余ってるわ。でも私全然毎日同じもの食べちゃう人だから、2日3日連続だったら。明日もお鍋でもいいんだよね。今日はね、水炊きじゃなかったから、明日は水炊きみたいな。うん、宝探ししてた。このなんか見つけた時美味しくないですか。あ、あったって食べるの美味しい。 お腹いっぺー。お風呂入ろう。明日何日は夜決めてない、まだ。おキノコがあるかな。キノコと卵でも混ぜてチンでもしようかな。で、卵焼きみたいな。あった、キノコと卵と、あ、キノコと卵混ぜる。キノコと卵、うーん、あ、わかったわかった。ね、多分冷蔵庫にはトマトとキノコたくさんと、あとね、何があったっけな、いや、そう、ほんと私2日連続とか食べても全然飽きないんですよね。逆に食べたい人なんですよね。あ、おいしいと思ったら明日も食べたいってなっちゃうから。わかった、明日はキノコと卵とキャベツとかあったら適当に野菜とか入れて、あのお鍋でなんて言うんですか、ああいうのなんて言うんですかね、ムスじゃないけど、なんかフランスかなんかの料理で出てきそうなやつでも作ってみようと思う。
でもなんかあんま心がウキウキしないな。ご飯ってウキウキするものを食べたいじゃん。なんかもっとウキウキするのなんかあるかな、キノコ使って。思いつかないまだ。なんかウキウキしそうなもの、ウキウキ、なんかウキウキしないような、でもちょっとするような、まあミネストローネ、天ぷらはちょっと作れないな。パスタ、パスタ、パスタ、牛肉欲しいな。キノコ、ステーキ、ボルシチ、ボルシチ、そうなんですよね、油抜いてるっすからね、脂質取らないようにしてるからね。そやねんな、ウキウキするものを見つけた。ウキウキするものを見つけました。今トゥギーン、あ、でもあみうん、今スパゲッティを作ろうと思ったんですよ。あ、わかった、スパゲッティを作ろうと思ってるんですけど、スパゲッティなんかカロリー高いなっていうイメージがあって、あんま手出してないんだけど、ちょっと調べてみよう今。でも今は糖質制限もあんましてないから、まあ別に脂質そんななきゃいいんだけど、スパゲッティどうなんだろう。わかった、スパゲッティでもなんかちょっと、スパゲッティはね 100g あたりね、あ、でも脂質は 1.8 ですね。炭水化物は 73.1 ありますけど、鼻かゆってことは、あ、ビーフ、でもそばでもいいんですよね。そばにかけるの美味しくないかな。今トマト缶買ってきて、トマト缶を買ってキノコと煮込んで、そういう料理にしようかなと思ったんだけど、あ、待って、ひらめいた、わかった。ちょっとチーズはね脂質が多いんですけど、チーズを、わかった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 、ピクン、ちょっとチーズ使って、わかった、トマトと卵ときな粉をなんかちょっとソースみたいにして、ね、ちょっとご飯を下に引き詰めて、そのソースみたいに作ったやつを、本当はだとそしたらクリームとかいそうになるよね。いやー、めんどくさいな。炊き込みご飯いいね、炊き込みご飯か、あら、炊き込みご飯か、ただおかずが必要になってきますよね、おかずがね、めんどくさいね。それめんどくさいね。なんかこんにゃく麺とかもあるんだけどさ、こんにゃく麺、ちょっと今ずっと考えて、ごめんね、配信まだ終わらないのって思ってると思うよね。はい。こんばんは、お風呂前にネイルやって後悔してる私です。私まあお風呂前ね後悔するね、それは。私まあネイルしないんだよな、下手くそすぎて。ミートソースとマッシュポテトで、え、そう、キノコのホイル焼きもいいかなと思ったんだけどな。なんかさつまいも1個あれは私気分ウキウキなんだけどね、さつまいもかかぼちゃ、寒天麺、はあ、食べたことあんまないや、楽しい献立。おかゆはあり、おかゆ、寒天、うわ悩むな。小指やってても、あ、ママちゃんにお風呂入るって言われて、ネイルってさ塗ったぜと思って次見たら、指見たら、あれ剥がれてるみたいな、なんかクチャってなってる。さつまいもときのこの炊き込みご飯は美味しそう。
今さつまいも128円だったんだよな、スーパーで今日見たら100円じゃなかったんだよな、128円かと思って、ちょっと128円だな。ダメ出しの時のネタ取れちゃった、中華風にきのこと、待ってそれありだな、あの油は使わないようにするまで、いいね、わかった、ピコーン。それいいね、おー頑張ってるね。さつまいもかぼちゃも薄切りで素焼きするの好き、あれ美味しいよね、一番美味しい、だからリゾット、今ちょっとさひらめいた、ピコン、中華風のやつでいいのひらめいた、きのことまあ卵、まあ卵とか玉ねぎとかあったらいいんだけど、で、あ、私あれないんですよ、あれ、あの中華に必要なさ、あの調味料缶に入ってる赤いカンカンの、何でしたっけ、何でしたっけ、なんかあの名前のおじさんとか乗ってる、あ、そうそれ、あれなんて言うんだっけ、あ、ウェイパー、そうそれ、それがない、買ってこようかな、買ってこよう、あれめっちゃ美味しいもんね、でもあれってさどういうカロリーしてんだろう。ごめんね、こういうカロリー人間めんどくさいですよね、友達とかにいたらめんどくさいでしょ。豆板醤は、あ、鶏ガラのスープの素でも美味しそう、確かに、うわー脂質が多そうですね、鶏ガラでもいいですね、ソーミシャンタン、ソーミシャンタン買ったことないや、ソーミシャンタン、今うちにあるのはみりんと醤油と塩とガーリックパウダーと、あ、でもあんまかか、どうしよっかな、どうしよっかな、うん、あ、でも確か、うん、確かに、なんかご飯の上にかけて、あ、きのことあんみたいなの作って、卵入れて片栗粉入れて、ちょっとでご飯の上にかけて、なんかなんていうの、なんていうんですか、ああいうの中華丼みたいにしようかなと思って、鶏ガラ買ってみようかな、私鶏ガラ持ってない、でもなんかそれなくても醤油とかで美味しいかな、中華丼みたいなの作ろうかな明日。おお、楽しくな、楽しい、美味しそう、美味しそう、ウキウキしました、ウキウキしたんでこれにします、これは、うん、ウキウキする、ウキウキする、明日のご飯が楽しみになりました、ありがとう、みんなのおかげで、みんなのおかげで明日のご飯楽しみになりました、決めた、朝はいつものご飯、昼は、昼と夜どっちにするかちょっと悩んでるけど、昼か夜どっちかが中華丼で、どっちかが大根餃子、片栗粉はあるんですよ、片栗粉はでも脂質あんまないでしょ、ちょっと調べたことないけど、脂質あんまないよね、え、どうですか、脂質、いいね、そうだよね、片栗粉は炭水化物ですよね、うん、薄いね、そう、何言うかな、きのこと白菜あったら本当はいいんだけどね、白菜がまだちょっと買ってないんですよね、
でも炭水化物でもタンパク質が足りてないですったら卵だけじゃ足りないよね絶対。鶏肉団子余ってたら鶏肉にしようかな。あーキクラゲを、キクラゲ買ったことないや。なんだったらこの中華丼にタンパク質どうやって足しますか。タンパク質中華丼だったらどうやって足す。あ待って、ブロッコリー今日たくさん買ったからブロッコリーで足せばいいんだ。完璧。プロテインは入れない、きな粉も入れない、魚肉ソーセージ買ってない。よしそうしよう、ゆ卵とブロッコリーで攻めますわオッケー完璧やないか。ありがとうございました、無事決まりました、無事決まりました、安心です。じゃあ寝ます。そうです、お風呂入ります。ありがとう、みんなもいい一日にしてください。あーエビか、あんま高くなかったら買うわ、でも高そうエビは。じゃあまたね、おやすみなさい、いい夢見ろよ、おやすみ。